ロボット。ロボット、ロボットは、人の代わりに何等かの作業を自律的に行う装置、もしくは、機械のこと、主に以下に対別することが可能である。単なる機械と、ロボットとの境界は、厳密に言えば明確になっておらず、今後、技術が進歩するにつれ、ますます曖昧になっていくと言われ、AI やセンサー技術、アイットなどにより、自家用車や家電は、 ロボットと呼ぶべきものになっていく可能性がある。近年では無人機、ドローンを仲は自立化させたものも存在し、自動運転車の実現が視野に入ってきており、SF の世界が現実のものとなりつつある。生命体に通常以上の力を発揮させる、方策として何らかの人工物を埋め込んだり置き換える、などの方策を取ったものは一般に、 サイボーグなどと呼ばれ区別されることが多い。この言葉が初めて用いられたのは1920年にチェコスロバキア当時の小説家カレルチャペックが発表した儀曲 RUR ロッサム万能ロボット紹介においてであるがこの作品では現在認知されている金属製の機械ではなく人間とは異なる蘇生の肉体と人間そっくりの外見を持つものを 科学的合成で、原型質を使って制作したもので、現在の SF でいうバイオの井戸である。チェコ語で、不益、強制労働を意味する、ロボタ、ロボッタと、スロバキア語で労働者を意味する、ラボトニック、ロボトニックから作られた造語である。着想には、ゴーレム伝説が影響していると作者が述べており、また、言葉自体も作ったのは自身ではなく、 兄で画家のヨゼフ・チャペックであるとしている。あらすじを兄に話し、どのような名前にしたら良いだろうかと聞いてみたところ、口に絵筆を加えてもごもごとした口調で、ロボットはどうだろうかと答えたという。その後、この作品が各国で翻訳、上演されたことで広まり、一般に使用されるようになった。日本においても、同作品は1923年に、人造人間、ウガイツをおく。 春秋社として出版されており、宇賀はロボットを人造人間と訳している。原点のままをカタカナ化した言葉が普及するのは戦後以降である。起源とされる蒸気作品において人の代わりに作業、労働をさせることを目的に人の姿と自立行動を模して作られたものであるとされているが、同作品の一般への広範囲な広まりにより、 各分野においてそれぞれ普及し、独自に用いられるようになった。ヨーロッパでは1930年代中頃から自動化という意味合いでも使われており、ドイツのカメラメーカーであるオットー・ベルニングは1934年から発売したモータードライブ内蔵カメラをロボットと命名している。明確な定義は事実上存在しないとされているものの、期限に倣い、人に代わって作業、 労働をするために作られた存在、人の姿を模して作られた存在、人の自立行動を模して作られた存在のいずれかまたは複数が該当する存在であると捉えられている。なお特定の分野においては明確に定義が定められている場合もあり、JIS では JISB01341998 年により産業用ロボットの定義を自動制御による マニピュレーション機能または移動機能を持ち、各種の作業をプログラムによって実行できる産業に使わされる機械と規定されており、さらに g i s b 0 1 3 4では産業用マニピュレーティングロボットに関する用語が定義されている。基本的に人の代わりに作業を行う装置のうち、ある程度の工程なり手順なりを自動的かつ連続的に行うものであり、 単一の動作のみを行う装置、ベルトコンベア、エスカレーターなどや、絶えず人間が操作をする必要がある装置、リフト装置やエレベーター、操縦者が登場する必要性があるもの、ブルドーザーやショベルカーなどは含まないことが差は、その一方で、人の形を模した、もしくは類似した外観である機械装置であれば、全くの手動操作、操縦であっても、 半疇に含む場合があり、パワードスーツなどを含めた人の形をした乗り物、または作業用機械についても同様に一般的にはロボットと呼ばれている。作業用機械、装置であっても高度な遠隔操作や自動制御技術の導入が進み、人間が操縦者から単なる作業指示、命令者に近づきつつあり、さらに従来より オートパイロットと故障されている航空機や船舶など乗り物全般の自動操縦技術もより発展し自動車にまでも及びつつあり今後これらがさらにロボット化が進む可能性があり一層境界が曖昧になってきている操り人形の類は何かの作業を目的とした装置ではなくましてや自動的に動作するものでもないため含まれないことが ほとんどだが、あらかじめ設計された一連の動作を、特定の操作をきっかけとして行うからくり、からくり人形の一部、もっぱら糸でつながった手足などを人が操作するものも、からくり人形と呼ばれる場合があるやオートマタ等に、今日あるロボットの原型を乱すことができるため、間接的にからくり人形やオートマタを、ロボットの一種とみなすことも可能である。モーター等の動力が内蔵され、 機械的、または、電気的に人間の操作を伝達して動作する、マニピュレーターも一種とみなされ、ロボットアームとも呼ばれる、医療ロボットのダビンチや国際宇宙ステーションのカナダアームになどが、これらは厳密な定義による分類ではなく、多分に関与区的用法である。物体としては存在しないが、人の代わりに何らかの作業を、ある程度の工程なり手順なりを自動的かつ、 連続的に、かつ効率的に行うものという定義から、コンピュータ言語によるプログラムやソフトウェアも範疇に含まれる場合もある。例として、インターネットの情報を自動検索するソフトウェア、検索エンジンなどは、ロボット検索、命令、検索度の入力するだけで、様々な結果、情報の取得まで自動で行うと呼ぶ。 これらは、機械的ロボットとの区別のために短縮系のボット、ボットと呼ばれる、インターネットボット、ボットネットなどこともある。別の用法として、機械的という概念を人間に当てはめ、自分で判断を失い、指示待ち的な人間や、自分の意志ではなく、他人に操られて動く人間を、やや部別的に比喩として呼称することもある。ただし、同様の人を指して、傀儡や、 操り人形という比喩は、それ以前から存在するため、新しい語をバリエーションの一つとして当てはめたものと言える。英語においても同様の比喩に用いるが、こちらも先にオートマトン、オートマタ、機械人形が比喩に用いられていた。以下は、現実世界におけるロボットの研究、開発状況について解説する。ロボットは長い間フィクションの中だけに登場する。 存在であったが、主に工場などの生産ラインで腕力の必要な作業や高温など危険な環境下での機械関係の点検、保守作業などで自律的に人間の代行ができる機械が産業用ロボットと呼ばれ活躍している自動車組み立てロボットなど、すでに一部では歩行する人間型のものではないが自動的に建物内を巡回、 警備するロボットのレンタル事業が開始されており、病院内の物資運搬におけるロボットカートの採用、また自動車の自動運転という意味のロボットカーなど、非人間型ロボットを中心に移動する自動機械が人間社会の中で実際に活動を始めている。据え置き型の製造機械である産業用ロボットは、それらが動かない限り、ロボットと呼ばれる自動機械であり、 人間社会に与える影響も、旧来の自動機械と同等と考えられたが、これからの人間社会は移動するロボットからの影響を受けることが想像される。福島第一原子力発電所事故の発災後に、日本製の原発ロボット、調査ロボットの投入が遅れたことや、その後、投入されたものの目覚ましい活躍を示していない、現状や、掃除用ロボットなどの分野で、日本企業が、 主役から外れていることなどを背景に、実用性の高いロボットの研究開発の重要性が指摘されている。1980年代後半以降、アシモ、ホンダ技研工業、HRP-2、HRP-3、川田工業、産業技術総合研究所、川崎重工業、SDR-4X、クリオ、ソニーポールロ、 富士ソフト等の二足歩行可能な人型ロボットが開発発表されておりロボ1のような企画向けに個人で制作されるものにも高度なものが現れオーケストラの指揮したり TPR トヨタ等の実際に楽器演奏ができる従来のもの振りをしてカラオケを流していただけであるがトランペット実際に一気で服やドラムを操作して音を出すものも登場している 2018年10月11日には、ボストンダイナミクス社の最新型アトラスが、パルクールを経験とやってのける動作を撮影した、新映像が公開された。いずれもこれら人の形をした、もしくは目指したロボット開発は、古くからの SF 作品で描かれた、人間社会に溶け込み、人間との共同作業や共に生活する、ロボットというイメージに沿ったもでもあり、日本においては、 鉄腕アトムの影響が少なからず二足歩行ロボット開発者の発言に示されている一方、若い世代では一連の巨大ロボットもののアニメーション、ロボットアニメ言及される。例えば、アシモでは前日の鉄腕アトムを HRP-2、HRP-3 開発者の一部は、機動警察、パトレーバーの影響を受けていることを公言しており、同シリーズは、実動機のデザインを、 アニメのメカデザインで活躍する、伊豆淵博に依頼したことでも知られる。古くは、リモートコントロールや簡単なマイクロコンピュータで制御されたものが、博覧会や展示施設で訪れたものの目を楽しませていたが、近年では、コンピュータの高度化に伴い、施設案内業務等の実質的な仕事を果たすロボットが登場している。前室のアシモは、 イベント会場にレンタルされ集客に一役買っていたり、2002年にはニューヨーク証券取引所で史上初の人間以外では初めて取引開始の鐘を鳴らす役目を担うなどの役目を足した。最近では日本科学未来館ツインリンクモテギ、鈴鹿サーキットホールメープルホンダウェルカムプラザ、青山に常設され訪れた人々の間を歩き回ったりもしている。近年では ソニーの相棒に代表されるエンターテイメントロボットの登場により、一般家庭に愛玩品や娯楽品、果ては家族という位置づけで様々な家庭用ロボットが発売されている。これらは人間とコミュニケーションを取ったり、自由に動き回って目を和ませたり、さらにはロボットのいる生活という近未来的な暮らしをしたいというニーズに応えている。これらは主に、 ペットという性格付けが強いことから、動物型のものが多く市場投入される傾向にある。ただし、感情移入のしやすい動物や人の姿などを、していなくても、愛願する層はいる模様であり、中には掃除用ロボットが、可愛いい、けなげと愛着や、感情移入している人々もいる。また人型、否認型を含め、巡回、警備、清掃する、ロボット事業は始まっており、 物資同様のロボットカートなど、非人間型ロボットを中心に労働源として、人間社会に浸透しつつある。さらに世界初の調理ロボットと言われているビタクラフトのフィック自動調理システムや掃除用ロボットなど、家事の手助けをするロボットも普及している。要介護者の介護作業を助けさせたり、ホームセキュリティの一環で、家庭内を巡回、軽羅させる試みなども始まっている。 ロボットアニメにおいて主人公らが乗って操る登場型二足歩行ロボットはもはや定番であり、これらに対する憧れは根強いものがある。現実的にこれに近い存在のロボットも実際に出現しつつある。軍事活動やそれに付随する危険物処理などでは人的被害、戦死を減らすための導入や様々な活動の機械化が進められている。米国では 偵察や輸送など不意な接触に伴い戦闘に巻き込まれやすい分野で日本では地雷処理など戦後処理の分野での開発が進められている。治安活動やそれに付随する危険物処理などでは人手不足を減らすための導入や様々な活動の機械化が進められている。中でも交通違反の取り締まり、証拠収集、顔認識による犯罪者の特定などや さらに武装化させて、法執行活動に採用する国もあり、2017年に中国では否認型のアラブ首長国連邦のドバイでは、人型のロボットの警察への配備がじられた。宇宙空間、水中探査、火山探査、原子力事故、パワードスーツ、ロボットスーツ、強化外骨格等ともいう、現在の医療での回復が見込まれない、 脊髄損傷により歩行ができない人や、それ以外に病気などで歩行が困難な人を対象に、歩く動作を補助する目的で、ロボットスーツが開発されている。開発は、筑波大学大学院システム情報工学研究科の3階、吉幸教授が中心となって行っており、ロボットベンチャーサイバーダインが設立され、HAL を製造している。イメージとしては、小説、 宇宙の戦士などに登場する架空の兵器であるパワードスーツと言ったら分かりやすいかもしれい。福島第一原発事故後、HAL を原発作業員のために改良したロボットスーツを公開している。また、松下電気産業が神戸学院大学総合リハビリテーション学部の中川昭夫教授らのチームと共同開発した半身麻痺患者のリハビリテーション用ロボットスーツは 健常な半身の筋肉の動きをセンサーで検知し、麻痺した側に装着した人工筋に伝えることで左右同じ動きを実現するもので2008年の実用化が計画されている。これらは通常、ロボットと呼ばれるものと異なり、単体での動作はなく、人間が装着することで機能し、医療、福祉関係のほかに物流関係、 工事現場など広く民生用への応用が期待される。軍事用に米軍がマサチューセッツ工科大学と共同で教科外骨格の研究をしていると言われる。また、人間の力を拡大するのではなく、手術などの微細な作業の際に人間の動きを縮小するマイクロサジェリー用のロボットも医療用に開発されている。危険な場所に人間に代わって導入するロボットを レスキューロボットという、記日の地雷撤去ロボットや、災害などにおける被災者の救護活動を担うロボットなどがある。レスキューロボットは、地震や噴火、津波などによる被災地に投入して、いち早く被災者を発見、保護することで、救命率の向上と二次災害による被害を防ぐことを目的とする。これらのロボットは、センサーや、 移動能力を持ち倒壊建物に取り残された被災者の発見に役立てるほか、テムザックの遠流のように従来から、ある建設機械を発展させて日本のアームを備え、ロボとト化し、瓦礫撤去を効率よくこなすことが期待される。火災の場合では、コンビナート火災など危険すぎて、消防隊が突入できない箇所にも侵入できる放水銃を備えた無人走行放水車や、 危険の伴う火災現場に突入して状況を調べるための偵察ロボと、水中を捜索する水中検索装置、マニピュレーターを備え、要救助者を回収する救出ロボットが東京消防庁に配備されている。これらはリモートコントロール式の装置であるが、危険箇所の消防と被災者の救出に威力を発揮することが期待される。 2011年3月11日東北地方太平洋沖地震による東日本大震災や福島第一原発事故後にはロボットを使った人命救助や原子力災害ロボットの役割の重要性が改めて認識された現在多くの研究者や企業が原発災害用ロボットの開発に力を入れている動物の動作を制御する仕組みを理解するにあたって 脳や、脊髄の動的な相互作用を記録することは困難なため、神経科学の研究道具として、動物の動作を模したロボットを作り、理解に役立てることがある。迷路探索から格闘まで様々な競技が行われている。黎明期には、技術の実証など、研究的側面が強く、ダーパーグランドチャレンジのように、公的機関が資金を拠出する競技も多かったが、 現代では見た目のインパクトを重視した工業型や、純粋に成績を競うスポーツ型の競技も行われ、相撲ロボットのようなルールに特化したロボットが多数、開発されている。多くは、無人機によるものだが、2017年には、有人機同士による格闘がイベントとして行われた。用途別と構造別による分類が行える。ギリシア神話には、聖堂でできた。 自動人形、タロースが登場する。これは、自然発生したものではなく、タイヤの神であるヘイパイストス、あるいはダイダロスによって、クレタ島を警備するために出されたとされ、現代の定義では警備ロボットか軍事用ロボットに該当する。複雑な機械装置が登場すると、工学的に精巧な装置を組み合わせていけば、最終的には人間に限りなく近いものが、 出来上がるだろうという予測から、古今東西、様々な架空のロボットが創造され、ロボットアニメやロボット漫画などジャンルが形成されている。また、ロボット工学三原則、スーパーロボットやリアルロボットなどの用語も登場している。当初は、機械工学や制御工学など機械系の研究者が多かったが、認知科学などの分野からのアプローチも増えている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。